そんな感じでスタートしましょう。はい、お嬢さん、はい、お願いします。引き続き引き続きです。一番の動画見ている人にご説明を、はい、何個か前の6個ぐらい前のブリーチが根元めっちゃ伸びててピンクにしたいけどアルバイトがあったお嬢さんのお母さん、はい、っていうことで、お世話になりました。お願いします。親子で嬉しい、ね、でも髪質めっちゃ綺麗。でもやっぱり若い頃に比べたらこうキシキシしてるし、うんうん、でもすごい艶ありますよ。メテオのおかげ。メテオ、いや、違う、間違えた、ミストです。ミストの、すいません、なんだかいろんなものが、はい、ミストですよね。いろんなものあるから。覚えきれなくて。すいません。どうしようかな、今日は。気になるのは、やっぱこう、薄いので、あ、まあ、細毛ではありません。髪の量は結構ありそうですけど、細くて。いつもアレンジができなくて、あ、ですよね。だから、もうパーマかけても、カットしても、うん、結局、へのんってなる感じ、もうずっとずっとそうだから、うん、落ち着くとこういう髪型で、まあ、ちょっとこう、うん、そう、ちょっと薄いと、まあ、白髪もあるから、でこの辺がちょっと白髪がまだらにあるんですよ。だからちょっとこうハイライトとかを入れてもらってはいるんですけど、そうですね。でまあ、結局ストレートって、うん、手とかなんかパームとかかけても思い通りにいつもならないから、理想はもっとボリューミーというかふわっとした感じですかね。なんかともかくこの辺がピシャッピシャッピシャッってなってるな、まあ、長さは別にあのこだわってないので切るも全然歩いたし、うんうん、とそうここら辺がいつも茶色くなっちゃって、まあね、でまあなんか こっちの方が薄いのかな、うんうん、だからこうペロペロなんかペロってなっちゃうんですよ。ペロっていうのがすごくずっとずっと悩みで、うんうん、だから、まあ、綺麗にしたいっていうのは一番あるんですけども、うんうん、あとまあ仕上がもあるからその辺のちょっとそうかな、何がいいですか、何がいいのかなって、うんうん、結局いつも美容室そんな髪質だから、この髪質だと変化ないですよね。そうで美容師さんにお任せして、うん、ずっとずっともう何十年くらい来てるから、うん、だからなんかなりたい自分っていうのがなかなかなって、あんまはかかりづらいです。取れやすい、かかりづらい、あ、そうですね。ですよね。レイヤーはレイヤーで絶対入れた方がいいんですよ。ボリューム感を上に持っていきたいんで、そうだから結構キシキシしてるのも気になるですよね、うん、色もそうだし、レイヤー自体はかなり下に今いるんで、うん、結構上に上げてった方がボリューム感出るのと、うん、どうしようかな、パーマっていう選択肢と、はい、あとは、まあ、色を綺麗にしていく、うん、両方ちょっとさすがに同時は難しいかなと思うんで、はいはいはい、形を変えたければデジパー、そう、うん、もうその根元のカラーはもちろんするんですけど、うん、この毛先の色味まではなかなか同時施術は難しいから、カットでレイヤーはすごいめっちゃかっこよくなるんで、うん、なんどっちがいいかな、パーマはいけするけどな、あ、そうなんですね、うん、なんかパーマもだからあんまりかけたことないから、うん、かけて結局自分でセットするとおばさんパーマなんて結局痛みも結構痛みやすいから、うん、気になると、まあ、アイロンとかはしないし、うん、ナスがママみたいななんかもうかけてちょっとつけて、うんうん、終わりみたいな、あ、でもこの髪質はもうしっかり乾かした方がいいですよ。あ、そうなんです、ね、濡れてると多分引っかかったりするから、うーん、逆に色をめっちゃ綺麗にして、うん、であとはアイロンの仕方、コテの仕方を覚えていってもらうから、うん、どっちでもいいですね、はい、コテは使った方がいい。あ、そうなんですね、傷んじゃうかなと思ったけど、その上手にやれば、この髪質は意外に痛まない。あ、そうなんですか。痛まなくはないけど、うんうんうん、あのちゃんとやればダメージ少ないかも。多分その方がいい。じゃあね、まあ、パーマ、パーマなんかテクニックがないかも。ブローと、なんだろう、うんうん、まあ、慣れてないっていうのが。レイヤーをしっかり入れれば、はい、結構ボリューム感のあるやつできる。だからまずはワンカールを釣るやり方っていうのを覚えてもらって、はいはい、いろんな置き方あるんですよ。ミックスカールとか、うんうん、外羽の上トップリバースとかいろいろあるんだけど、まずワンカールを作るやり方っていうのを覚えればいいかなと思う。はいはい、そっち系でいきますかね。はい、はいはい、初めてですですよね。そう、ダメと思ってたから、うんうん、あ、アイロンは、そう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 、あ、でもね、この髪質だったら全然、しかもケアもさ、もちろんミストとかもあれです。ミストって耐熱性があるんですよ。あの、要は蓄積してきて、うん、アイロンの熱に強くなるんです。うちのシャンノットのシャンプーとミストに関しては、はいはい、かなり耐熱性が上がるんで、そうですね。じゃあそれで、まあ、パーマはね、このアイロンスタイルが気に入ってもっと巻きやすい感じにしたいなと思ったらやりましょうか。はい、わかりました。ハイライトもかなり綺麗に入ってるんで、そう、結局、まあ、白髪を隠すのと、はいはいはい、そうそう、で、まあ、こんな髪質だから、うん、ハイライトでちょっとこう変化、まあ、そうですね、そういうので、うんうん、まあ、ね、お願いしてというか美容師さんがやってくれてるっていうのはあるんですけど、はい、ただ色がね、はい、仕事柄その派手に、これすごい明るい、仕事場ではめちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃ明るいんですけどで, すでも、うん、ちょっと、はい、今回は、まあ、本当に綺麗にします。メテオのカラーで綺麗にしてレイヤーを入れて
アイロンの巻き方を覚えて帰ってもらう。それでいきましょう。はい、お願いします。OK、お願いします。はい、おでさんはこう、まあ、細毛ですね。細い毛の結構、まあ、細い毛と薄いってあるんで、ほぼ透かない形でいきたいのと、このトップのレイヤーの位置ですね。この位置が今こうです、まあ、ハイライト入ってるんで逆によりわかりやすいですけど、なんですね、レイヤーが。なんで、ここをしっかりと、ここまで上げます。ここまで上げる。なんで結構上は5、6センチいけるかな。で、上げて全体的にボリューム、ひし形作りつつ、まあ、ツヤ感と動きっていうのを出したいかなと思って。長さ自体はちょっと毛先薄くなってるところを取るぐらい、1、2センチって感じでいこうかなと思います。カラーはメテオで綺麗にしましょう。お願いします。今日は、グレーカラーなんだけど、透明感のあるグレーカラーっていうのを作りたいんで、今手元にあれなんですけど、アルテマ新色、多分この動画出てる頃には発売されてるはずです。12シルバーをメインにします。12シルバーと 2GB とあとシルバーですね。もうシルバー系でいこうかなと思います。紫の補色が入ってるんで黄色みが出づらいのと透明感っていうのが結構出るんで、根元が12シルバー、2GB シルバーを、3対1対 10%6% ですね。で、毛先が12シルバーにシルバーを2対1で 3%。いつもの根元テンサイ糖で頭皮保護します。さ、大さじ1杯ぐらいですね、入ってて、根元も毛先もインフォームペラフェクトコネクタ、これで、浸透促進をしながら結合も強化して、ペラフェクトコネクタで低分子中分子ケラチンですね、活性ケラチンを入れることによってしっかりと髪の強度を増すのと補修をします。で、先はハウタムハングラム入っててツヤ感というのをかなりソルビトールの力で出して、根元 10% 毛先 30% メテオが入ってます。こちらも説明不要なぐらいツヤを出してサラサラツヤツヤにする、カラーを変化させるトリートメントですね。やりましょう。はい、やっていきます。何がそんな面白いですか？何もないです。何ですか？早く塗ってください。ちょっと待ってよ、袖が袖がよし、早い早い早い追いついてない。追いつく追いつく。遅いです、ね、うるさいわ。失礼します。お嬢さん無事バイト、はい、不動産の案内です。案内です。なんか歩いてますよ。歩いてる、にあの歩いて、うん、まあ、物件を紹介するから2万歩ぐらい歩いてる。めっちゃすごいじゃん。痩せちゃうね。痩せちゃう。まあスリムだったけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。美容院っぽい会話を繰り広げましたね。ですね。絶対ピンクはダメでした。ピンクはダメ。そう、ね、でもよかった、綺麗になってね。ね、はい、ありがとうございます。いや、もうめっちゃ出ていい感じです。うん、安全大学はね、多分成人式っておっしゃってましたもんね。はい、そうです、はい、じゃもう年末にはブリッジじゃないですか。だからなんか 赤っぽい髪にしたいって。あ、なんか赤めっちゃ入ってますね最近。なんかね、なんか赤はすごい多い。岩崎さんの、あ、やっぱ時代が追いついてきたってことですね。ありがとうございます。うわ、先取りしてたんで赤を。私今月末に赤になるよ。赤になるんですか？赤髪ロングになるよっていうの。 あ、これっていつ上がるんだろう。これ年明けるね。あ、じゃあ、うん、また多分、あ、楽しみ、変わっていくんですけど。赤が流行っちゃいますね。赤が流行っちゃいますね。お前どうした？大丈夫？それ大丈夫？今日どうしたの？大丈夫かよそれ。大丈夫ですよ。うん、本当？OK。赤流行らせるぞ。赤流行りますね。うん、そこからもう私は染めない、うん、染めるけど染めない。なんか宣言したんで。え、2023年は根元の新生毛伸びてきたところに一切カラーをしないという宣言。へえ。なんか本当はこんなにいっぱいブリッジしてるんですけど、うん、私地毛に戻したいんですよ。そうなんですか。地毛に戻したいんで、ただ染めないだけでいいんですけど、うん、それがなかなかできなくて、でどうしても地毛に戻してロングにしたいんですけど、ずっと無理って言われてきたから、来年は頑張ろうと思って今月末に染めるのを最後に、私はもう地毛を伸ばしますって言って言ったら、なんか絶対無理だからって言われて。そう、こちらの方にこれもうかけてもいいっつって、でそれもし達成したら俺5万円やるよって言われたんで、絶対やってやると思って、だからその代わり達成できなかったら1万ちょうだいって言われたんですよ。かけながらね、大月にはね1万と5万でいいかなと思ったら、でも1万なんて払えるから。別に払えるから。そしたらなんか断念した時やれたから、じゃあいいです、私も5万円払いますって言って、絶対に長瀬さんに5万円払わないように、私はそれはエクス
でも一応なんかエクステつけたりとか、うん、あとはどうせここをブリーチしちゃってるもんですから、うんうん、抜けちゃうんですよやっぱ色が。だから抜けた時のその毛先を染めるのだけは OK だと。お許しを得て。お許しを得て。いやでもお客さんと喋ってるんですけど普段その枠で無理だよって言われて。いろんなお客さんに無理だよ。なんかちゃんとお客さんに宣言してるんですけどすごい無理って言われて。そうごめんなさい。ケラフェクトコネクター5倍とアクアですね。ちょっと毛先濡らしてからいきます。だから来年は根元を伸ばしていくっていうのが私の目標。根元が伸びてきたのが気になってハイライトとかもダメですよ。え、だハイライトもダメなの？ダメです。染めてますから。根元にカラー剤がつくのが NG です。きつい。な言ってんすよ。もう YouTube で宣言してもいいですって言うから、言うけど5枚用意して待ってて、つって木田さんにもなんか桜が咲く頃ですかね。絶対長さに5万円なんか払わないと思って。私だから年末にちゃんと5万円私に用意しといてくださいね。来年末2023年年末ね、はい、私に払う5万円ちゃんと用意しといてくださいっていう約束をしました。俺はもうせっかくそんな岩崎から5万円もらうから、うん、もうなんか普通にねもらうだけじゃ面白くないから、はい、絶対に普段買わない5万円の使い方をしようと思って今いろいろ検索してるんですけど、今第一候補は5万円の耳いらんね。そんなのあるんですね。絶対に買わせないからと思って私は頑張って伸ばしていきますから。5万円の耳かき買って俺耳めっちゃ綺麗になっちゃう。いやだから絶対あげないと思って。ただいいだ簡単ですよ。根元を染めなきゃいい話ですから。何笑ってんですか。お期待してください。楽しみにしてます。楽しみにしてください。大丈夫です。ちょっと途中で前髪がダサくなるぐらいですね。後ろはまだ耐えられるとして。あ前髪が前髪ここら辺まで黒になってきたらちょっと今いいんですか。いや多分想像できてないです途中のダサさが。できてます。美容師何年やってたの。舐めてるんですか。素人じゃないんですけど。できてますよ。途中がとんでもないことになることぐらい分かってますけど。でもそこを超えないと次元には戻らない。か染めちゃうとそういうのがあるんですね。普通ブリーチから戻るんだったら、うん、間にハイライト入れるといいんですよ。そうするとすごい綺麗にバレイヤージュみたいになって、で綺麗に次元に戻すっていうのができるんですけど、ハイライトも禁止なんで。え今入れちゃうのはダメ。今黒いとこがないから、そうか。だから多分黒いとこが伸びてそこにハイライトが入ると色落ちが綺麗だよねなんですけど、それは何の宣言をいきなりしだしたのか。ラッキーゲームです僕の。 5万円ゲット。いえ絶対あげません。なんですよ。想像できてますよ。ハイライト入れたくなってちょっと土下座しそうな勢いもあるな。あ土下座しなくていい。5万円。でも謝らなくていいよ。こちらでお願いします。俺がこうやってハイライト5万円。5万のハイライト高っ。メテオとシャンプーサービスする。高っ。エクステでもそんな値段しませんよ。5万のハイライトとか高っ。いやー怖いね。来年1年頑張りたい。だからちょっと帽子の回数とかが増える。あーまた一番ダサい時期が真夏ですよね。真夏ニット帽。真夏ニット帽ありですよ。あなたすぐなんか 汗かいたとか言うのに。暑いです。いいんです大丈夫です。ちょっとアレンジしていく。楽しみに。どっちが勝ったか見といてください。 YouTube で。どっちが勝ったかってもうすごいオッズだよこれ。いやだから本当にかわいそうだから5万円対1万円で言ってたのに、なんか知んないけどだって1万円だったら払っちゃいますもん。やっぱやってください。1万円でね。普通に美容院行く感じじゃないですか。カラーでハイライト1万円 で、 そうですね。ガスが断念しそうな金額は良くない。なんならお客さんもちょっと乗っかろうとしてて。私も5万10万ですか。10万。いやですよ。皆さん欲しいものないですよきっと。え？でももう10人くらい集めて50万円にすればいい。私が？うん。だって50万もらえんだよ。確かに。お客様から金をもぎ取る。嫌ですよ。なんか。だってお客さんみんなが無理って言ってるから。誰か一人味方いないかな。誰か頑張れって言ってくれる人いないかなと思って。確かに。いないんだよね今は。いないんです。だって何回も断念してるからよく。YouTube を見ている皆さん。お願いします。応援してください。僕の5万円を。じゃあこれで時間を取ります、はい、これ温まります。温まって、はい、メテオの効果が、
さらに浸透しやすくなる。はい、じゃあしばらくお待ちください。はい、はい、お疲れ様です。あったかかったですか？あったか、暑いぐらいすいません、言ってくれればいやいや、ポカポカで、ポカポカで今日は寒いから。そう、今日寒いですよ、ね、バッチリじゃないですかね。いい感じの楽しみ、はい、シルバーが効いてる綺麗なツヤ感のある感じですね。はい、ちょっと冷たいです、はい、こちらアクアですね。アクアで CMC の補給と、あとはまあリトノの乳化を手助けします。まあ、何度も言ってるんですけど、あのカラーのこの段階ですね、アルカリがしっかり効いてカラーが浸透してる、髪の毛が少し呼吸をしてる状態、ここでトリートメントをしっかり入れてあげるっていうのが一番効果的です。このまま少しコーミングしたら軽くお時間を置いて、そこから後処理ですね。カラーもパーマも中間処理と後処理が超大事になってくるんで、シャンプー台でまずしっかり乳化します。しっかり乳化してリトーノの有利を助ける、残量アルカリの有利を助けてあげて、ヘマチンですね、ヘマヘマ、リトルのヘマヘマとジャックエッジで点字リンスして、しっかりとね pH 調整と、あとはまあ残留加水、残留アルカリを除去しつつ、アフターカラーフォームをつけて、ノットのシャンプーインフォーム混ぜをして、パですね、アルミのコアミ、アルミのコアミの R ラインですね、新しくなったラインがすごくいいんで、こちらを、しっかりとシステムトリートメントします。でコーミングはテンションをかけない、もう本当に優しく力を入れないで、引っかかったらもう抜いちゃう、そのぐらいの感じですね。テンションをかけない、ここでテンションかかって、例えばすごいあの引っかかってるのに力づくでいったりすると、それがダメージの原因なんで、ここは優しくいきましょう。はい、そんな感じでお願いします。はい、ちょっと待ってよ、キムタク風に言っていい？どうぞ。ちょっと待てよ、いい、カットする、カットしない、カットする、カットしない、編集するの俺です、カットしない、カットしないですよ。めちゃめちゃ横顔がかっこいいですね。でもいつも真正面に。あ、本当ですか、ね、じゃあ今日ずっと横向いてますね。多分気のせいですよ。じゃあ行きましょう。ノットのミストをあとつけますね。さあ、ボリューム感を出しながら動きを出して、で胸りとかはそんなないですね。そうですね、うん、もう本当に多分直毛、うん、いいと思いますよ、うん、結構羨ましがられてはまあね来るんですけど、まあね、うん、何もできないっていうのがやっぱり、まあそう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 、うん、なんでデジパンは意外におすすめ。あ、そうなんだ、はい、まあ、今日はねちょっと全体の色を整えたかったんであれなんですけど、うん、リタッチだけでいい時とかってたまにあるじゃないですか、はい、あ、なんか色結構綺麗かもみたいなの時とかは、根元リタッチして毛先ワンカールのデジタルパーマでいいんですよね。ワンカールのデジパンかけといてあげると結構いいかなと、うん、思います。いきましょう。じゃあ今日、カット解説いきます。ブロッキングちょっと上目ですね、レイヤーをしっかり入れていきたいんで少し上目でいきましょう。で今日はまあ僕の動画でよくある下からレイヤーですね、レイヤースタイルの王道って感じでいきます。で毛先も結構細くなっちゃって動きが少しあの出づらくなってるんで、しっかりと、ごめんなさい、3センチぐらい切っていいですか？はい、ちょっと下向いてください。じゃあ行きましょう。ちょっと下向いてもらいつつ、こうやって三つ襟をちゃんと押し込んでコーミング。これ地味にすごい大事です。もうダウンステムでこの毛先をブラントで切ります。今日は厚みを出します。厚みを出しながら、ワンカールの巻き方を覚えてもらって、なんか常に華やかな状態っていうのをやってもらいたいと思います。はい。こういう感じで。こうです。前上がり。緩やかな前上がりでレイヤースタイルっていうのを切ります。はい、ブラウン、はい、ガットですね。でしっかりと切ったら、もうこのままサイドまで行っちゃいましょう。真正面見てください、はい、でサイドのアウトライン切るときは真正面にしてもらって、この三つ襟から徐々に前上がりになるようにしていきます。こうやって落として横の方が切る量が多いですね。前上がりにしっかりなるんで、このカットラインでいこうかなと思います。はい、三つ襟から上がってくる、落としてサイドの方が切る量が増えます。はい、 OK で左右が一発ですね。 OK、 ちょっとブロッキング取り直します。はい、またちょっと下向いてください。それでは本番のレイヤーを入れていきます。はい、センター。引っ張って、アウトラインを見つける。ここですね、アウトライン。これの、ここの、これがアウトラインなんで、アウトライン一線だけ残します。一線だけ残して、そっからレイヤー。で、結構しっかり入れます。トップに動き出したいんで、この角度で、肘がかなり体に近いイメージですね。こういう、レイヤーになるようにします。
カットである程度動きを出しつつも華やかなボリュームっていうのが欲しいんで、こうしてパネルで綺麗にシェイプしたらこうです。もうかなりえぐるようなレイヤーですね。アウトラインを切ってるわけじゃないんで、すごい短く見えはしないんだけど、でもやっぱりあのトップがかなり短くなることによってスタイリングもしやすいですし、さらに華やかな上品さが出ると思います。思いますというか出しに行きます。行きましょう。逆サイですね。逆サイドも、はい、アウトライン一線外して、でそのまま今度は肘をちょっと立ちますね。座りながらだと難しいくらいのレイヤーなんで、押してアウトラインを切らないように、はい、OK。 そしたら中段行きましょう。でこっから先上がグラになることがないようにしてください。一番あったとしてセイムレイヤーなんで、こう引っ張ってきて上が絶対に膨らまないように、こうです。こんな感じの、ここにレイヤーが入るイメージですね。これです。これがいい動き出すはずです。この左手の安定さが大事ですね。ハの字スライス、アウトラインを見極めてしっかりと、この細毛難毛さんに対するレイヤーっていうのは結構効果的なんで、ここね覚えておくとサロンワークの武器になるんじゃないかなと思います。こうしてこっち側のはまあ肘を畳む側なんで楽ですね。で、トップですね。ここはセイムレイヤー気味になるようにしといてあげてください。ただ、絶対にグラが入んないようにするために、まずこのブロッキングの下から切る、真ん中、上っていうイメージで、細かく。細かく。こうです。ちょうどここにレイヤーが入る。これがすごい大事ですね。よし。同じく。こういう髪質の人はもうウェットカットで全部決まっちゃうんで、ドライで調整しようとは思わないで、ウェットで全部髪切っちゃった方がいいですね。なぜかというと細毛なんで、ドライだとズレがすごいんですね。なんでもうウェットで全部決め切っちゃって、ブラント落とすだけっていうパターンにしてあげるといいですね。こうです。ここにこういうレイヤーが入る。そうすることによって全体がひし形に見えます。はい。次行きましょう。ライド見失ったら1個戻る。こういう形でレイヤー終わりです。じゃあサイド行きましょうかね。だいぶボリューム感が出てくると思います。はい、はい、サイドは上下に分けて、後ろのガイドも引っ張ってきつつ、しっかりと顔周りはゼロ度の位置で、よいしょ。このレイヤーですね。ハイレイヤーバッチ。ちょっと変わったの分かります？こんだけ切ってるやつ、実はすごい切ってると思う。そう、でも実際下の長さそんなに変わってないかなと思う、うん、よく美容院でいつも同じ風になるっていうのは多分こんなに切れないと思うんですね、うん、そうなんで今日はちょっと勇気を持って、はい、イメチェンですね。自分のまだ多分この形そんなにやったことないと思うんですよね。いや全然もう本当に自分の髪型に段が入るってことはありえないことなんだから、うんうん、そうそうやっぱね薄いから、いや全然逆に入った方がいいですね。若かりし頃の聖子ちゃんカットとか全てダメだったから。聖子ちゃんカットも懐かしいですね。おかげ世代じゃないですけど。そうですね、はい、こうして前に引っ張ってきて、ここはサイドを合わせます。サイド合わせる、こんぐらいの、まあちょっとハイレイヤーに近い、まあ、レイヤーですね。こういう感じ。楽しみじゃないですか。楽しみです。こういうレイヤー。最後トップチェックします。よいしょ。じゃあこれで乾かしましょうと。ノットのミストついてるんで、メイクのオイルだけですね。オイルもつけるとベタってなっちゃってる、これ分かんないから、そのつけ具合、ね、本当に少量でいいです。髪質的にはなんならミストをメインでいいかもしれない。大丈夫、オイルは本当なんだろう、枝豆ぐらい。そんな何その顔。分かりやすくね、枝豆1個
構枝豆の大きさってそんな変わんないじゃないですか。わかりやすいかな。わかりやすかった今。まあいいや、そんな感じで、はい、乾かしましょう。お疲れ様でした。はい。もう、違う人みたい。ここら辺のレイヤーですね。でもまあ今まだストレートなんで、あれですけど、ちょっとこの上に少し上がった感じ。でここにくびれがあるんですよ。なんで、ひし形、ひし形っていうイメージですね。これでほぼすかないで、毛先柔らかくしたらワンカールをまずします。それをちょっと楽しみにしててください。はい。で、ちょっと美容師さん向けに。はい。こういうレイヤーですね。この、ポップにボリューム感、これさらにワンカールすることによって良くなるのと、ここにこういう形でレイヤーが全部重なってくるレイヤーいいかなと思います。そしたら下段に関してはもう結構まだ隙が結構入ってるんで、もうちょい分厚くしたいなとは思うんですけど、まあそんなやっちゃうとすごい短くなっちゃうんで、ここら辺はこのままにしといて、今日切った中段から上ですね、こっから上のブラントを取りましょう。これです、この中段に入ったブロで、あんまり深めに入れない、浅めにしといてください。髪質的にね、あんま深くしてペラペラにしてもあれなんで、今日切ったところ、レイヤーがしっかり入ったところっていうのはブラントカットになっててスタイリングしづらいと思うんで、トップで取るんだけど深めに入れちゃうとスカスカになるんで、ちゃんと浅めに、カットで変わるの結構面白くないですか。うん、なんかできるんですね。なんかすごい諦めてたから。いや、わかる。あのこのレイヤー結構入れ込むの、入れ込むというか入れ切るの意外に難しいっちゃ難しいんですよね。ただできてきた場合には、あの加工の髪質にはかなりヒットするんじゃないかなと思います。すごい気持ちいいですよね。うん、色も結構上品じゃないですか。そうですね、シルバー系なんですけど、なかなかね、あの柔らかい黄色みをなくしてくれるカラー。色はいろいろなんかアレンジしてもらってるんですけど、そうですよね、カットが、ね、あんまりあの変化しづらいからカラーをっていう。前回入ってるハイライトの部分とかだいぶ綺麗に表現できるんじゃないかな。あ、本当に、はい、ここら辺のボリューム感もと、あの要はですごい出るんですよ、上が短くなったね。はい、ふわっと、まあでもちょっとって感じですかね。そうですね、まあ普通におかっぱみたいだったから、だんだん自分で切んないようにオンザとかいう感じだったんですけど、あ、そういうこと、その辺はお任せします。ある程度長さあった方がいいかなと思うんで。前髪は下ろしてるバージョンですか。下ろしてるバージョン以外は髪質的に流れないですよね。そう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 。もう前髪に関してこっちはね結構頑張れるんですよ、アイロンとかで。あれもストレートアイロンとかで頑張れるんだけど、距離が短いじゃないですか。はい、だからどうしても流したい場合は前髪はマジでパーマが欲しいかな。下ろしてるバージョンでストレートアイロンでちょっと丸くして、毛先だけが流れる感じがいいかなと思います。よいしょ。直毛の悩みってなかなかあの一般の人にあの分かってもらえないですよ。そうなんです。そうなんですよ。前髪も自分で切って、この切りすぎちゃってとか、でもまあそれはそれでいいかと。一生懸命ケープとかで固めても、いや意味ない意味ない。そうそうなんですよ。そうなんですね。ちょっと一回ケープします。一回これ取りますね。ノーセットの状態でこれぐらい取ります。ね、はい。ノーセットで、しかも今何もしないんですけど、かなり。これでも OK ですよね。全然 OK です。全然 OK です。乾かしただけ。まあブローを軽く打ちまくっていう感じなんで、はい、これをいい感じ。いい感じ。めちゃめちゃいい感じ。乾かしただけ状態、後ろからちょっとご覧ください。これですね。このトップにレイヤーが入って、こういう感じ、ここら辺のパッド感がかっこいいんじゃないかなと思います。じゃあ、ワンカールいきましょう。メテオでストレートアイロンをした方が、あのトリートメント成分が中に固まるんですけど、基本的にはカールアイロンでも綺麗にはなるんで、カールアイロンをまずパッとやったら、ストレートアイロン細かいところやるんですけど、それは家でやらなくていいです。はい。いきます。で、アイロンの温度もちょっと高めに、
190度、はい、200度ですね、ごめんなさい、200度にするんですけど、家だったら160度、今回そのメテオをしっかりと綺麗にするっていう目的ですね。で、もうワンカール、ワンカールです。ワンカールとはっていうのをちょっと今日は覚えておいてください。まず一番形のつきづらい襟足からいきます。襟足を前に持ってきます。前に持ってきたら、大体ワンカールってみんな毛先からやるんですよ。挟んでぐるりってやるんですけど、それ絶対綺麗にならないんで中間です。でゆっくり下ろしてて、で毛先入ったなってやった時にくるっと、どっちだ、くるってやれば、こうしてもう一回いきます。中間挟んだら引っ張ってきて、ここで回して止めない、このワンカールでいいです。で逆もいきます。中間が曲がってないと毛先に絶対綺麗なカールっていうのはできないんで、中間をこうくるっと、そうです。ここを丸めるためにはここから、そう、ここからこう、うん、なんか大きく力の慣性の法則じゃないですけど、力の法則でここ中段が、ま、曲がる方向に行ってないと絶対毛先綺麗にならないです。で次中段いきます。この要は頭を3段に分けてあげるといいですね。ここからは横も入ってきますね。こうして中間を挟む、そして引っ張ってくるり、同じ感じで引っ張ってくるり、これだけでボリューム感全然出てくるんで。でまた中段、そう、大体皆さん毛先だけやって失敗するんですよ。ましてや髪、この髪質だと、難毛だと、あの直毛だと、全然変に L 字に曲がったりするんで。そう。中間から、あの、この髪は曲がるんだぞという意思を、あの、伝えないと。伝えないと。なんか130度ぐらいでやってたんですか。130じゃつかないですね。あとは今トリートメント、メテオのあれをやってるんで使ってないですけど、 MM スプレーっていう巻く前専用スプレー、巻く前だから MM っていう、 あの巻く前、いやちょ、こいつ何ですか。え、私じゃなくて、これ僕このルベルさんの開発会議に入ってたんですけど、で大の大人が12人ぐらい真剣に巻く前だから MM スプレーそれで行こうってなったんですよ。へえ、俺がダジャレ言った、何お前その顔。ちょちょちょ、いらないんです。別にいらないんですって、このショット。どうぞどうぞ巻いてください。何なのその顔は。巻いてください。うざ。寝ちゃった。寝ちゃいましたね。かわいい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 か。岩崎さん間近で。岩崎さん間近で。間近で。皆様に巻かないんですか。巻きますよ。はい、カメラ巻く前、巻く前。あ、うざ。巻く前、巻く前。レベル怒るよ。私何も言ってないですもん。すごい、すごい顔芸しましたよね。まあいいや、中間からいきます。よし。中間から。よし。トップも同じく、中間から。そう、あのスプレーをやると、形がつきやすくなるのと持ち絵が良くなるんで、肝心のそこを説明しなかったですね。MM スプレーの由来、由来で、あれね、いいですね。熱のダメージから守ってカールをキープ。長戸さんさっきピーってやってました。僕さっき、うん、あ、僕さっき言うね、あの普通のハードスプレーです。ハードスプレー、はい、ちょっと雨なんでちょっと固めたんで。あ、撮影中なのに撮影カメラ回ってなかった。いや、癖毛だから僕なんか逆の髪質で、はいはい、細い難毛は一緒なんですけど、癖がすごいから、だから固めとかないともっとチチチチってなんですよ。あ、そうなんですか。そう、これを綺麗に髪質改善する方法は知ってるんですけど、俺がなんかこんなんだったらちょっとやばいじゃないですか。でもこういいですよね、こういうの憧れます。あ、こういうの、これでもすっごい固まってる。なんかやばいんですよ。だからね、あのあれなんです、めっちゃ固めないとダメなんですけど、最後ちなみにトップこうやって真上に上げて根元をこう温めてください。あれ、はい、これもう何回かやります。こうして根元を温めて、はい、これだけで、これだけでいいです。こうして要は同じとこでやるんじゃなくてちょっとずつ変えるんですよ、場所、場所をちょっとずつ変えて、こうです。そう、すごい。で最後全部集めて毛先をくるっと、こうですね。そうするとこのレイヤーがよりいいところに来るんですよ。そう、ワンカールってこんな簡単なんです。で、あ、まああとは余裕があればこうさっきのトップにあったのをいろんなところ、ここ膨らましたいなと思ったらここに。
こうやればいいんですね。そうですそうです。あえて巻かない、うんうんうん、当てるだけも結構ボリューム感出るんで、うんうん、かなり出るじゃないですか、かなり、はい、こうしたりとか、このもみあげの上ですね、ここら辺が華やかだと、そうそう、そういったところなんかいくらこうやってもならないじゃないですか、ドライヤーとかそう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 、ドライヤーじゃ難しいですよね。このアイロンでの熱の力でしっかりこういうところだってふんわりです。え、パーマかけてるみたい。そう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 、すごいですね、簡単なんですよ。で、あとは根元から一回ほぐしてあげる。根元からもう完全にしっかり乾いてて、うん、アイロンもしっかり決まってればもう絶対崩れることはないんで、こうです、ボリューム感が出るんで、最後マヨネーズですね。おう、温まってなかったんで。先生、先生、何ですか？なんでこれ温めてくれなかった？え、ストレートアイロンも温めなくていいって私言われましたね。そのパターンか。じゃあ行きます。ちょっと待ってください早くから温めすぎると熱くなっちゃうんですよ。そうなんですよ。だからストレートアイロンは温めなくていいって結構ここ来て初期に言われたの。長さんは、待って、営業と営業と撮影は別忘れちゃうから。営業と撮影は別です。いや、私は長さんの手を考慮して熱くならないように。素晴らしい。いや、早いんでこれ温まるのが。そう、ラディアントのアイロンって温まるの本当20秒とかなんですよ。だから長さんの手があちちってならないように配慮ですね。配慮したいね。すごい気遣いです。いや、撮影の時はついてていいと思うんですよあの営業中はつけたいねって言ってるんですけど、本当に熱くなるから撮影の時はついてていいと思うんだけど。いや、熱くなるよ。なんかよく言ってるけど撮影の時はつけといてもらっていいですか？危ない危ない、いっぱい打ってたから大変ですよ、熱ってなったらねそういう感じで少し丸くしてあげる感じですかね。持って、あとちょっと表面のところぐらいはストレートアイロンすると、これメテオの意味の結合作りですね。よし、ボリュームも出ました。で、あとはもう普通の人だったらオイルで落ち着かせるんですけど、はい、ペタッとしやすい人はそれこそこの MM スプレー用でこのね、下の方から空気を入れるように。桃の香りですか？違う、洋梨かな。うん、いい匂い。ラフランス&蜜リンゴ。甘い匂いです。いい匂いだと思うんですけど、そう、よいしょ、こういう感じで。そう、いや、本当はこれがさらに慣れたら、例えばここリバースカールにしてあげたりとか。そうですか、それ。今全部内巻きにしたわけじゃないですか、はい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 、ここが実はこういうカールだったりしてもかっこいいんですよ。こういうカールで、アキラちゃんじゃないですか。アキラちゃんじゃないです、確かに。あと後ろも少しリバースカールとかもすごくいいんで、それはレベル2です、はいはい、まず今レベル1をクリアしましょう。はい、わかりました。徐々に、ちょっと毛先だけやりますね。ほんの少しです、でもこれは。アローディアンデスオイルは、ポイントで取らない。この押さない。ついてるやつだけでいいです。枝豆。いや、これダメ、これダメ。これダメ、これダメ。じゃあこれもすごく気に入る。皆さんいいって言ってるじゃないですか。はい、これは、絶対無理だ。これは、インゲン。インゲン多くね。おいおい、インゲンも多い。インゲンも多い。米3粒。米3粒。でいいです。いっぱいスポイトで吸ってくださいっていう人ももちろんいるんだけど、これはもう本当に、なんだろう、ちょっとついてればいいし、しかももう手でこれなくしてください。なくなっていいです。なくなったのを毛先につける。そう、これか。これか。この匂いですね。みんながそう。いい匂いですよね、金木犀の。金木犀とフローラルかな。吸ってしまう。吸ってしまう。もうほんとこんぐらいの量でいいですよ。髪が多くて膨らんじゃって、うねりがひどい人は、ワンスポイトって感じです。うん、だからそういうのを求める時も、すごくやっぱ悩んじゃう。うんうんうん。確かに確かに。ちなみに、あともう一個だけお願いがあるのは、今日カット実はすごい完璧なんですけど、はい、実は一箇所足りないところがあるんです、はい。ここの毛が長い方がいいです。そう、ここがこうなこいつですよ今ワイドバングになっちゃってるんで、はい、どうしようなんか少しかわいこっちがちょっとかっこいいレイヤースタイルなんだけど、うん、バングだけがちょっと幼い感じになっちゃうんですよ、うん、このところをご自身で切ったりっておっしゃってたんですけど、これが実はこんぐらい長さになってるともっとかっこいいんですよね。ただ今ここないんで、自分で前髪を切るときはここですね、黒目と黒目、茶色の目じゃなくて黒目と黒目の真上の結んだ線、ここだけ切ればいいです。わずか、そう、そこほんのちょっとです。ここだけですね。そこ切れば実はこっちが目に入ることってほとんどないんで、で伸びてくる、そうそうそう、伸びるの伸びれば、まあ、でここの横のレイヤーにつながったら最高です。わかりました、はい、頑張ります。はい、ちなみにシルバー系の色味プラス、ちょっと後ろにしましょうかね、色味プラスのハイライトが綺麗に入ってるんで、こういう感じ
バッチリです。パンかけないでこれですか。そう、ワンカールで。すごい。レイヤーがやっぱいいですね。ね。はい。いや、私にもできるんですね。ワンカールで超簡単だから。お疲れ様でした。ありがとうございます。夢のようです。お嬢さんに引き続き、もう歩きます。後ろを取ってもらって送ります。ありがとうございます。よし、OK です。娘もすごい素敵になって。ね、なんかすごい可愛い。本当なんか人気じゃない。あの評判が。評判がいいよ。モテはしないけど。モテそうだけど。いや、うん、あの性格が。いい感じの子でしたけどね。まあ、そっか、僕らの知らない何かがある。そうですね。はい、じゃあ、最後説明します。お疲れ様でした。まずレイヤーですね。レイヤーをうまく組み合わせることによって、こういう紙質の柔らかくて細くて直毛の人でも、ワンカールで動きが出せる。もちろん巻きが難しいんですよ。巻きが難しい状態なのを、しっかりと、形を作ることができたっていうのが、まずは一番いいかなと思います。で、あとは、まあ、リトーノの新色シルバー。12シルバーっていうのが思った以上に良くて、今まで14Nとの加減法だったんだけど、12シルバーってすごくまろやかな色なのにしっかりとリフトできるっていうんで、かなり使いやすい色になってるかなと思います。はい、そんな感じで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バッチリでした。以上です。ありがとうございます。はい、すいません。すいません。違う違う。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。なんで逃げる。お疲れ様でした。今日は雨ですか。え、そんな、いや、曇りです。でも朝雨、寒い。もう12月でも、これ動画1月だ。おお、明けおめだね。明けおめ。え、そういうことじゃなくてですか。はい、じゃあそんな感じで今日も終わりましょう。お疲れ様です。